はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にサントリーデカビタゼロカロリー、このジュースをですね混ぜて飲んでみました。ゼロカロリーと書いてありますが、いつものデカビタでございまして、まあいつものって言ってもあんまりデカビタを飲む機会はなかったんです。ゼロカロリーであるにもかかわらず、しっかり甘い炭酸ジュースでございました。糖質制限中、ダイエット中の方におすすめのジュースですね。まあファンタとかコーラとか甘い炭酸ジュースが好きな人は間違いなくこのジュースも好きになると思います。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあ先日からですね、また再び麻雀にハマっておりまして、一応ジャンゴ1なんですね。で、玉の間のジャンゴ1を、末席をですね、怪我させていただいておるんですけれども、まあ、ジャンゴ2になることができたらですね、頭一つ抜けたかなと、初心者、中級者、脱出かなと言えるのかなと思うんですよ。まあ、玉の間と金の間をループする、金玉ルーパーっていう人たちが一定数いらっしゃるみたいで、ネットで検索しても、そういう人がたくさんいるんですよね。で、私がまさにそういう状態なので、ジャンゴ1スレスレなんですよね。多分あともうちょっとで、ジャンケツに広告するんですけど、でもまあ私みたいな状態の人っていうのは結構たくさんいらっしゃるということで、多くの人が超えなければならないハードルなんでしょうね。まあ、このハードルを乗り越えることができたら、初心者中級者脱出と言っていいんだろうと思いますから、まあ辛いことがあってもですね、まあめげずに続けていきたいと思ってるんですが、まあ麻雀って、むやみやたらに打ちまくるよりも、やっぱり本とか読んで勉強した方が、座学と並行しちゃった方がいい気がしますね。やっぱり自分一人で思いつくような見識とか、アイデアよりも先人たち、まあ、プロの皆さんがたくさん考えて思いついた素晴らしいノウハウがたくさんあるわけですから、まあそれを習得しつつも毎日一曲ぐらい打っていく、その方がいい気がします。で、一つ感じたのが、このプレイヤーさんの対戦数とか履歴を、まあ、見ることができるんですね。で、1000試合ぐらいもやってないのに、まあ、ジャン制の方、まあ、ジャンゴさん、すごいレベルの高い方も中にはいらっしゃる一方で、2000試合ぐらいやってるのに、ジャンゴ1ぐらいの方もいらっしゃるんですよ。まあもちろん、ジャン玉をやる前から麻雀をやり込んでたかどうかっていうのもあると思いますけれども、この結果を見てわかるのが、打てば打つほど上手くなるかと言われれば、多分そうでもないんだろうと。実践経験を積むことも大切ではありますが、やっぱり知識とか理論もね、重要なんだろうと、改めて思ったので、まあ、1日2回半チャン戦を打つよりは、1日1回半チャン戦と、まあ、麻雀関係の本を読んで勉強すると。まあ、こういう塩梅がいいのかなと思われます。